皆さん、お元気ですか？あつこです。今日何話そうかなと思ったけど、50代の離婚者の、恋愛事情というか、出会い関係のことを話そうかなと思って、撮ってるんですけど、あんまり撮れないからね、内容がないので。でも、こんな田舎で住んでる私の、ちょっと時々あるようなないような、これが現状だっていうお話をしていきたいかなと思います。日本だったらね、多分ね、人に紹介するとかされるとか、あとね、お見合いだとかごく普通にあるから、お見合い自体がまずほら普通にある国だし、それで結構幸せになる人たちが多いから、だから人に紹介したりされたりとかっていうことも多いと思うんだけど、ここってあんまりその人に紹介したりとかされたりとかもあんまりない、私がいる周りではないし、それから出会いのためのサイトもなくはないけど、ちょっと私はできなかった、恥ずかしいっていうか、写真載せたりとかするのが恥ずかしかった。ました田舎だし、絶対顔バレてるし、外国人でそんなことできないし、だから結局、そういう公の場で、誰かを会ってみませんかとか、お付き合いしてみましょうか、見ませんかっていうような、そういう機会はほぼないですね、ないと私は思います。あるのかもしれないけど、私は知らない。何かあったらまた教えてください、誰か。よく仕事先の同僚であるとか、仕事先で人と知り合ったりする人もいるかもしれないけど、私の仕事先はもうほとんど 95% 男の人、確かに男の人なんだけれども、やっぱりお客さんとして来るから、何かあった時にまたこの月が大変じゃないですか。だからやっぱり控えるし、でその場にちょっとちょこちょこっと話して、どっか出かけようとか、お茶飲みに行こうって言ってくれる人もいたりもするんだけれども、簡単には受けられないね。それから私の仕事をしている場所のすぐ横とかすぐ後ろに娘がいるので、そういった話はできない、で私もしないし、向こうもしてこないし、それが原因かどうか分かんないですけど、もうこんな年だしね、分かんないけども、仕事先での出会いとかはほとんどなしで、昔の学生の時とかと違って、ほらコンパがあったりだとか、学校のサークルだとかで知り合うこともまずないし、習い事も、そういう学校、そういう自然に知り合ってくるっていうのがまずないじゃない、ここで。で、で習い事といえば、そういえば単語ねを始めたのは、時期的に、コロナがあったから結局結構閉まってて、今も結局閉まっちゃったんだけど、その時期に、何人かの殿方がやっぱり出かけようとか言ってくれた人はいたんだけれども、結局ね、なんて言うんだろう、いいなと思う人はその時だけの関係で長く付き合おうっていう気はない、そういう人だったり、あとはもう一緒に付き合おうよって乗り気な人はちょっと魅力がなかったりとか、ちょっと惹かれるものがないだとかね。それでやっぱり私の方は乗れないから、やっぱり、ごめんなさいって言って、一緒にお付き合いする気ないって言ったりね。あと自然に、なんか偶然に知り合った人とかもいたんだけれども、結局、そうだよね、彼も長く付き合うってつもりはない、なかなか難しいです。50代になって、すごくね、
お付き合いする年齢の幅がすごく広くなったっていうのはなんとなく思うかな。下はだから30代後半ぐらいから、上はだからもう80までいかないけど70歳、前後ぐらいの人まで、まあ男の人も女の人もだけど、そういう幅が広がったのはまあ良かったかなと思う、で私今もなんか時々そうやってなんか誘いをくれる人はほとんどなんか年が下の人が多くて、なぜか日本にいる時もなんか年下の人とかせいぜい同い年っていう感じだったの。どうしてなんだろうね、どうしてなんだ。私でも年上の人いいと思うんだけど、なぜか機会がなくてっていう感じだったね。で、まあ単語やってる時に結構単語って大人のまあダンス、例えばさ、ラテンアメリカのとかね、バシャータとかなんだっけ、そういうラテン系の、サルサとかね、ああいうのは若い人が多いじゃない。まあもし年配の人ももちろんいるけども、生活的にもなんていうの、彼だってほら踊りに行く時ももう絶対夜中以降とかね、それに比べて単語ってそのミロンガっていうのがあるんだけど、それ要するに単語集会で単語を踊りに行く機会ね、それだってちゃんとね時間通りかその前に始まってて、で時間ぴったりに終わるのね。それがやっぱり年配の人にもいいっていうか、12時ぐらいね、もうほとんど せいぜい1時には終わってる、そういう感じもあってか、あと踊りもね、激しくは、激しく踊ろうと思えば激しく踊れるし、ゆっくり踊ろうと思えば踊れるしね、そういったこともあってやっぱり大人のダンスなのかなっていう感じもあって、で、大人の人、私よりももっと大人の人とも喋る機会とかがあってね、なんか余裕があるよね。若い人は若い人で、若々しい感じもあるけども、大人ってもうだから私の年の大人って言ってもおじいちゃんなんだけど、まあ、おじいちゃんでなんか落ち着いててなんかリラックスできるなっていう感じ、をやっと今頃の年になって気づいたって感じかな。で今日は知り合って結構長い友人なんだけど、まあもう何年かずっと音信不通っていうか、彼女はちょっと違う町に住んでるので会うこともあんまりなくてね、たまたまなんかフェイスブックとかでお話をしてて、なかなか出会う機会ないんだよね、なんか寂しいなって、私が言って、でもその辺にお茶に行くとかね、ちょっとほら関係を持つとかそういったことじゃなくて、ちゃんと真剣に長く付き合えて、年老いてからもちゃんとねお互いに尊重し合って生きて暮らしていけるような人がいたらいいなって話をしたらね、なんか一人いるけどかなり年上よって言われてね、どうしようかなと思ったんだけど、一度会ってみて、会ったんだけど彼らと4人で会って、やっぱり見た目はもうおじいちゃんよね、もうしょうがない。でも面白そうな人だったので、ちょっと今日これから会って、食事をしてこようかな、ランチをしてこようかなっていうところです。お友達としてでも交流できればいいなっていう感じで気楽で行ってこようかなと思ってます。個人的なね、経験っていうか、見てて本当に私の意見だけども、やっぱりね、日本の男性よりもイタリアの男性って全体的に今何て言ったら分かんないけど、肉食、結構性的にガツガツしてる人が多いかもしれない。日本人 の男性は結局中身は同じなのかもしれないけど、外からはそんなに見せない感じ。でもこっちの男性はなんかそれを見せることがその強いっていうかの、生きてるというか、なんだろう、引退してないっていう感じに、の意味合いになるっていうところもあるみたいだよね。
で若い人っていうかね、40代ぐらいだともう結婚してる上で誘ってくるから、絶対もうそれだけじゃん。それがなんかね、まあ誘われないだけはいい、いや誘われないよりはいいと思うべきなのか、軽く思われているのか、うん、なんか複雑よね。でもそれだけってもうそんな気もそんなにないしね、まあ、それは確かにあのカップルの中では生活の一部であるべき、あるべきというかあったらいいなと思うし、愛情表現の一つだと思うんだけれども、一緒にいろんなものを共有したり喋ったり出かけたりして、それでまあ手を握って歩いたりとか、そういった恋人みたいなことをしてみたいな、もうそういうことはずっとしてないのでね、なんかしてみたいななんて思います。コロナの話を少し言っとこうかなと思うんだけど、イタリアまたね、昨日がね、いくつだったかな、ベントミラっていうと、いくらだろう、2万1000人以上に膨れ上がってしまって、コンテ首相ももう本当に新しいあの法令を出して、レストランやバールなどは6時で閉まる、夕方6時、夜と言わない、夕方6時で全部閉まる。夜の外出もだからダメとは言わないけど、やっぱそれをすることによって人は減るかな、で、人とのコンタクトがあるスポーツは全部閉まる、終わり、休むというか、やめてくれと。それからジムも、スポーツジムも全部閉館、そういう状態になりました、で私が言ってる単語ももちろん、前回、先週は距離を置いてのパートナーと距離を置いて踊ったレッスンだったんだけれども、もう完璧にそれも、ダメです、全部単語なんか特にも近いコンタクトがすごくある、ダンスなんで、もう絶対に、11月の24日まで、まあ、何事もなければそこまでは絶対に、全部その辺は閉館ですね、やっぱりすごく感染症も身近に出てきたりもしているし、やっぱり責任はそれぞれ取れないから、やっぱりそういう風にしていった方が、できることはね、そうした方がいいのかなと思う。その反面でも全部閉めてしまうとまた経済が苦しくなって、私もちょっと苦しいし、ちょっとだから不安、でもなんとか様子を見ながらその日その日でやっていくしかない、そんな感じです、日本もなんか結構増えてるみたいですけど、どうでしょうね。ね、なかなか本当に収束まで遠いですけど、頑張ってなるべく楽しくいきましょう。じゃあねー。